はい、はい、V2 今乗ってきました。どうでしょう。もう全てを満たしてんねんけど、あれそうですよね、満たしてたんですけどはい、はい、ドゥカティさんにはさらに上があるんですよね。そうですよ、 V4S っていうモデルがあります。 グレードとしては V4S、はいはい、V4 っていうのもあるの。V4 っていうのもありますけど、日本市場に入ってきてるのはもう S しか、基本、もう基本は S って感じですね、はい、で今たまたまこちらに SP2 ですね、これは、はい、カーボンのホイールが入ってる。あ、で、はい、ウィングも最初からカーボン、はい、であとアルミのタンク、うん、パニガーレ V4SP2 も、ああそうですね、もう同じです。ウィンターテストや。そうです、そうです、ウィンターテストカラーってやつですね、うん、それの、まあ、ストリートバージョンみたいな感じで持っていただいたら、はい、であとステップも最初からリゾマのステップが入ってます、はい、でなんといってもなんといっても鑑識、まあ、見えないですけど鑑識グラッチガラガラ言うわけですね。ガラガラ言います。これはいかついな。いかついですよ、まあ、あの値段考えたらめっちゃお買い得です。ちなみにこれ新車価格でどのぐらいなんですか。ざっくり乗り出しでいくと、まあ、430とか、うん、なるほど、バッキバキやな、もうこれ普通の S のモデルからこの全部のカスタム入れるって考えたらめちゃめちゃお買い得です。なるほど、はい、で S、 S です。一番ど真ん中ですよね。そうですね、で、ね、A、今の話でいくとクラッチは C 式。そうです、 C 式です。で、はい、ステップもノーマル、なんていうんだろう、この目の錯覚じゃなくて、はいはい、今リゾマのステップ見たやん、はいはい、こっち見たらあかんな。こっち見ちゃダメです、見ないでください。じゃあなんか中華っぽいな。いやいやいや、今使ってくださいね中華っぽいとか言うたら絶対あかんよな。今使ってください、面白いんで。なあ、いや怖いな人間の目って。はい、そして今日は V2 との比較っていうことで、はいはい、まあ、出力的にはこれも200馬力近かったです。そうですね、200馬力近いで、もう200超えてますね。これ200超えてますの。超えてます。あかんやつやん。ちなみに V2 で140-150でしたっけ。ね、V2 が155-153ですね。はい、はい、なるほど。この V4 エンジンとしての特徴ってどういうところなんですか。あ、そりゃそうやね、まあ、V2 と比べるとやっぱり、うん、性能高いっていうところを感じていただけるんじゃないかなと思いますね、はいはいはい、まあ、サスペンションもオーリンズ入ってますし、後ろもオーリンズ。そうですね、オーリンズの電子サスペンション入ってますね、はい、うわーすげー。路面の状況によって勝手に変えてくれるんで、やっぱ足回りはねすごい変わると思います、その V2 からすると。はい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 、それぐらいかな、ね、大きな大きな違いは。了解了解了解。とりあえずもうこれは乗って体感して、ステップが中華なのが気になんねんけど。じゃあちょっと中華じゃないです失礼しました。ちゃんとイタリア製です。これはちょっとほんまに生半可で行ったらあかんぞ。足つきはさっきと変わらずか。オッケースインで勝負だ。激しいって音が。はい、ということでストリートファイター V4S、 今ドカティで一番売れてるバイクでございます。モードはさすがにロードモード。うわ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 、シュイーン言うてる、シュイーンって、なになにこの音。うーわー、ちょっと待って、さっきねストファイ V2 乗ってこれで十分やんって僕言ってたと思うんですけども、いや、やばいなこれ、なんだこれ。もちろんスト 5V2 で十分なんですけど、何この V4 のこの圧倒的な感じ。ちょっと待てよ、一旦落ち着こう、一旦落ち着こう。パニガーレ V4 って言ったらここのボリュームが横幅ねすごいなっていう印象あんねんけど、これはね勝手な印象で思ってたほどごつないね、割とスリムですね、絞られてる。 V2 と比べてポジション的には一緒なんかな。俺若干こっちの方が楽な気がする、ハンドルポジションが高いような気がしてます。気のせいかもしれへんけど、 V2 の方は乗った瞬間味わったことないポジションやったなって思うんですね。というかさっき V2 に乗ってたからそれと一緒やから違和感ないかもしれんけども、ちょっとそのあたりは正確な情報ではないのでスルーしてください。あのですね、全く違うかもしれんだけども、昔乗ってたね VMAX のエンジンフィールとちょっと似てる、ポコ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 っていう
感じ、ドドドドじゃなくてね、ちょっとくぐもった奥の方でね、エンジンが唸ってるような、はい、だから V2 に比べて若干滑らかですね。いわゆる直列4気筒のマルチのエンジンと、まあ、違うでしょうけど、ピストンが4つあるっていう部分でちょっとそういう滑らかさは共通してるんではないでしょうか。僕ごときがね、この V2 と V4 の良さの違いをね、単純に語ることはできないんですが、はい、もうね、アクセルはもう開けたくて開けたくて仕方ないけども、開けません。これは危ないです。なのでこの動画ではこの V4 のね、がっつりとしたフィーリングを感じるっていうのはちょっと難しいので、 V2 と比べてっていう部分だけね、着目して聞いていただけたらと思うんですけども、スペックが高いです、高性能です。で、大事なのはそこまでいるのかいらないのかっていう部分で、これは乗る人の用途によると思います。よいしょ、ちょっとスポーツモードに変えました。あかん、これはあかんす。こんなとこで走らすものではないです。スポーツモードにしようとしまいと、ポコ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 言ってるでしょ。はい、この街中でこの V4 のですね、良さを体感するのはちょっと正直僕では難しいかなと。というかその開けるとこないんでね、さっきも言いましたけども、 V2 でもだいぶ速い、 V4 はもっと速い。だからどこまで必要か、ただし行動ではね、上限が決まってるので、どんだけ速くても意味がないというかね、使う場所ないというね、当たり前のことですけども。なので行動プラスね、サーキットいう人がまあどんな楽しみ方するかによるんやけど、サーキット行くなら V4 っていう単純なものでもなくて、 V2 でも鈴鹿ツインのようなね、テクニカルなコースであれば十分以上やと思いますし、岡山国際とか鈴鹿の本コースみたいにね、ストレートの長いところであれば、この V4 のパワーが生きてくるでしょうし、どこで楽しみたいかと、でどのくらいのレベルで楽しみたいかというところでね、 V2 か V4 を検討したらいいかと思いますが、どこまで追求するかにもよるけども、当然そっちの比重が高くなってくればね、ストファイじゃなくてパニガーレっていうことになってくるでしょうし、そのパニガーレの中でも V2 と V4 があるという中でですね、何を選ぶかはもう本当に自分の遊び方次第というところだと思います。もし僕がね、今ストリートファイターを選ぶとなればですね、これどっち選ぶかってめちゃくちゃ迷いますね。僕のようにね、街乗り6割ツーリング3割サーキット1割の人だと V2 でも十分かなと。ただまあサーキットに比重が多くあってね、半分はサーキット半分はそれ以外というのであれば V4 選ぶやろな、俺やったら。やっぱりサーキット走り出すとね、少しでもタイム的に縮めたい、安全に速く走りたいという欲がね、絶対に出てくるんでね、例えばこういう電子制御の機能とかも多ければ多いほどいろんなこと試せたりとかね、単純に性能高い方が楽しみ方も広がるかなという部分もあったりですね、そういう意味でね、サーキットの比重が高い方は V4 ありかと思います。いやー、でもね、やっぱりね、すごい乗り物に乗らせてもらってるなって今思ってるんですけども、いいもの乗ったらね、やっぱりよく感じますよね。さらに上に SP2 があるというね、天井知らずみたいな感じですね。この V4 の競合って何やろ、アグスタのブルターレの4発とかね、あとはトライアンフで言うとあれでしょうね、スピードトリプルの RS とか、その辺になってくるんでしょうね。ちなみに今年の3月にスピードトリプル RS1200 のやつね、乗らせてもらったんですけども、あれもやばかったけど、これもやばい。 SS まではやっぱりね、ポジション考えたりするとね、ツーリングとかでしんどいかな言うて躊躇する人も、このストファイやったら普段使いもいけるやんっていう風になると思いますね。ただ V2 にしても V4 にしても共通して言えるのは、渋滞では行きないですね。ほんまに乗るもんじゃない、暑いです、そのぐらい排熱が。いやー、でもこのね、バイクはもうガバッと開けたくなりますね、多分これ誰が乗っても。うん、なので
田舎で走らせたいですよね。もしくはサーキット。はい、ということでガバッと開けることはできませんでしたが、結構味わわせていただきました。さっきからね、排気音が変わるんですよ、このアイドリング時に。どういう具合やろ。ライトニングボルトのね、マスターが乗ってる初代ストファイの848、めちゃくちゃ良かった。どっちか言ったら自分に馴染みのあるドカティはあっちかなと。で、今日乗らせてもらってる2台は未知の乗り物かなという感覚でね、今日2台味わわせていただきましたけども、これどっちがいいというね、結論は人によって、好みによって、使い方によって、どういうことしたいかによって、予算によって決まるもんやと思います。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ちょっとお腹いっぱい全部で6発味わったんで。両方今乗っていただいたと思うんですけど、うん、エンジンの面白さって多分、はい、昔からドカティ乗ってる人 V2 のエンジン好きなんで、うん、例えば両方どっち買うかって迷った時に、うん、エンジンで決められる方もいらっしゃるんですよ、はい、装備云々より、うん、V2 のエンジンの方が面白いから V2 買うっていう方もいらっしゃったりとかもするんで、はいはい、そこは本当人それぞれですね。僕がもし今の現状でね、はいはい、今年は行けてないけど、うん、サーキット2割、はいはい、それ以外8割やったら V2 でええかなって感じですんだけど、はい、なるほどなるほど。それが半々の人とかは V4 を選んだ方が面白いんかな、その方が面白いかなと思いますね、というふうに感じました。そうですね、性能がね、高い方が欲しいという方だったらもう全然こっちおすすめしますけどそこで迷われてるお客さんが非常に多いやろな、悩むところやな。迷われてる方いらっしゃったら、うち今みたいな感じでね、試乗車2台あるんで、ぜひうち乗り来てて。同じ日に2台乗れたってすごい分かりやすくて、1週間空いたらちょっと感覚な、はい、また違うけど、あ、そうですね、今すごく分かりやすかった。ありがとうございました。ありがとうございました。次は土の上でよろしくお願いします。そうですね、土の上で会いましょう。最高のお店やなこれ。ありがとうございます。